ンネだー。やばいぞやばいぞ、ついに僕たちの番になっちまった。これは今までのガンカブ実況の中で一番の動画を作らなくては。なんで今日に限って誰もいねえんだよ。いつもどこからともなくスポーンしてるじゃねえか。あれほど今日は大事な動画撮るってラインで言ったのに。おいマジで早く来てくれないと。おい今日早いね。ポッカーポッカーじゃねえよ、なめてんのか。じゃあハローハワイン、アイムバットだよこの野郎。おい今日が何の日かわかってんのか。あ知ってる知ってる、電信電話記念日だろ。知らねえよお前。電信電話記念日バカにすんなよ。アリスにとって電信電話記念日が何なんだよ。いやそういう編集入れなくていいから。というわけで皆様こんにちはこんばんは。このチャンネルの昨夜ととっても可愛いアリスちゃんです。普段そんな挨拶入れてねえだろ。やめろよ、今日他の投稿者様の視聴者様も耳来てるんだから。つまり今日はうちのイメージを向上できるチャンスってことか。なんですぐそういうこと言うの。皆さんようこそおいでくださいました。どうぞゆっくりしてってくれやす。おいやせ、今日とでんでイメージ向上を図るな。というわけで冒頭から意味わからん茶番を繰り広げたわけですが、何してるんだよ。誰のせいだと思ってるの。今回は先日お伝えしたゆくだんリレーの動画となっています。ちなみにうちがアンカーです。辞退してこい。今さらダメだって、うちなんかが大型企画を締めたら。でも任されたからには全力でやっていこうと思いまして。今回は何の曲をやるんだ。ってことで今回やる曲はというわけで今回やっていくのはラブイーストですね。なんで最後にやる曲がラブイーストなんだよ。どうせ好きな曲だからだろ。まあそれもありますけど、僕自身この曲の歌詞を送りたいなと思ってこの曲に決めました。では早速やっていきましょう。それだけじゃ物足りなくね。え？だって大型企画のアンカーだろ。そんな生ぬるい曲実況じゃダメだと思うんだが。というわけで AD できないと無茶振りをする縛り。いや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 、ちょっと待てって。え？どういうこと。これからあなたには AD できないと無茶振りをしてもらいます。個数はスレートは1つにつき 0.5 個、アスト以下は1つでいいんじゃないか。いやそんなに無茶振りどうすんだよ。安心しろ、視聴者様に聞いてきたから。なんでこういう時は仕事早いの。普段は言ってもしょうがないので早速始めていこう。僕まだやるとは言ってない。始めましょう始めましょう。というわけで今回やっていくのはラブイーストのルナチック。難易度は27ですね。あの赤月レコーズさんの名曲だな。そして私の一番好きなアレンジでもあります。あ、実装された時は狂ったように喜んでたな。好きな曲を広めてもらえたという点でもガンカブさんには感謝しかありません。さてガンカブという神ゲーのサービス終了まで残り5日となったわけですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。正直追加楽曲が豪華すぎて実感が湧かなかったが、最近になってようやく実感が湧いてきたな。まあ今回は少しだけガンカブさんとの思い出を振り返ってみましょうか。まあ去年の8月ガンカブがリリースされた頃ですね。懐かしいな、この頃が1回目のガンカブが盛り上がった時だな。ガンカブ創作サイヤテレビ CM、 正直豪華すぎて驚きました。私たちはまだ YouTube やってなかったんだよな。そうそう、でもガンカブ自体はやっていて毎日のように遊んでましたよ。受験生だったけど。勉強してください。私たちが動画投稿しだしたのは去年の11月頃ですね。12の時将来の夢の一つにゆっくり実況者と会社くらいゆっくり実況をやってみたかったんですが、ちょっと勇気が出せずにいたんですよね。でもガンカブは僕みたいな実況初心者でも実況しやすくて、ゆっくり実況者になるための大きなきっかけになりました。本当に感謝しています。さて曲はもうすぐサビに入るので、続きはサビを聞いてからということで、じゃあしばらく私たちは黙ります。そこよ待ちなさい。近づいた過去を後悔なさい。せい行きます。はっ当てます。行きます。いやー、やっぱりいい曲ですね。この曲を選んでよかったな。ガンカブは終わってしまうけど、こんなに世界は輝いてるんだから、アンノーン X さんにはまたどこかで活躍してほしいですね。それではさっきの続きといきますか。思い出といえばあとはハーフアニバーサリーの時ですかね。バレンタインと重なって可愛いカードが実装されたり、裏カブラやハルトマン実装とすごかったよな。2回目の創作祭も始まって、リレーのメンバーの中にも入賞している方がいたよな。いや本当にすごすぎるぜ。そして最後が今年の7月末から10月にかけて、サービス終了が決定してからの約3ヶ月ですね。正直この3ヶ月めちゃくちゃすごかった。新曲、新キャラの実装、豪華すぎる報酬やロゴ、全部がすごかったよな。本当に多収するのっていうくらいトレンドにもなってたしな。だからそれだけガンカブが多くの人に愛されてたんだなと実感しましたね。これが本物の神ゲーって言うんだなと思ったよな。それではラストに昨夜のリタムバーストでフィニッシュ。せい全部止めます。よし、しっかりフルコンボ。少なくとも多収前の曲実況はこれがラストだからな。ってことで結果はこんな感じですね。まあ今回判定強化なしだし、こんなもんか。ではこの辺でね、今回の動画は終わりたいと思います。終わらせないよ、しっかりグレート分無茶振りやってもらうからな。もう忘れてると思ったのに。ゴリラ語でキリンと喋りながらライオンになってください。うほうほうほっこほうほうほう。何やってんだこいつ。やはりここはシンプルに松酔いルナキック AB で。おいおいおい、我ガンカブリリースデイやぞ。こんな多収直前に最強の塔を失った松酔いに負けるわけないやろ。1分を。やばいやばい、松酔いやんの、久しぶりすぎて手が疲れてきた。ここの緑つながれー。じゃあやばい、死ぬ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 。こうなったら誰か上手い人の腕と取り替えるしか。ちょっとユッチャバさん後頼みますよ。あ、片方の目を閉じて難易度29。片目なんて甘いよ甘え。閉じるなら両目。これこそが常識なんだよな。まあ花丸切るのは結構やってるし、大体体が覚えてるだろ。まあやっぱおとなしく固めでやりますかね。てか僕強く叩きすぎでね、きっといろいろストレスが溜まってるんでしょうね。てか固めなら普通にできますね。全曲全難易度やっていくつフルコン
本 AD 撮れるか、さすがに時間がないのでプロフィール画像載せときます。小指でルナチックプレイ、どうもこんにちは、絶望的です。小指でやる楽曲はアウンドバイミー、この意味がわかる方は子さんですね。というわけであそこからギリギリ耐えてきました。あと1ユースで死にますが、ここまで来たら大丈夫ですね。あれ？あ、どうも静也くんの彼氏です。そうだよ、ちょっと違うけど咲夜さんの御霊を逆立ちしながら言う。お掃除しましょう、覚悟しなさい。なんお掃除完了ですね。段下部に実装されてる曲を歌う。速度を速く、遅くして待つ。良いクリア。よし、やっと先まで到達した。だー、この連打速度速いと無理。よし、でも誰か回復が来てくれればワンチャンある。早く、早く回復してくれー。おい、全然誰も来ないんだけど、なんでこんな反抗期なの。先の回復なしは無理ー。早く来てー。おせーよ。段下部のいいところを言いながら腹筋。無課金に優しい、東方愛を感じる、御霊カードが全部切る。まあ、土下座は外せないっすよね。段下部さん、約1年と3ヶ月、本当にお疲れ様でした。段下部はこれでサービス終了してしまいますが、これからのアノン X さんのご活躍を、参加者一同、段下部プレイヤー全員が願っております。本当にありがとうございました。幻想に咲いた花の名前を私は知らない。明日が来ると信じた君の種。